軽素ソジは、三重県島半島にある山。伊勢市、島市、渡来郡南伊勢町の三市町の境界をなし、リアス式海岸の的屋湾、阿護湾、五ヶ所湾の三つの湾を同時に眺望できる、唯一の地点である。伊勢神宮の旧域林に接しており、両船以北への立ち入りは、神宮寺町の許可が必要である。標高414.8メートルのケイソは、 島市の最高峰である。付近には、島市磯部町ヤンバルの奥山や島路トンネルのある、大阪山などの山々が連なり、かつては伊勢国と島国の境をなしていた。別名は、鏡量産。松風草、姫シャラヤブツバキなどの植物や標紋町、青筋揚げ葉、沢谷、山ビルなどの動物が見られる。特に山ビルは生息個体数が多いため、 活動期には注意を要する。登山道は、島市磯部町築地から山頂に伸びており、築地集落から徒歩約1時間で山頂に達する。このほか、県峠から尾根伝いに山頂に至る、徒歩約40分の登山道もある。磯部町築地からの登山道は、登山口から約 2.1km あり、登山口から約 700m くらいまでは休憩者が、続き、 ロープが張られている。築地地区では山を整備し、眺望を確保している。夜明け前から朝日が昇る頃にかけて富士山を望めることがある。案内看板も設置されているが一部破損しているものがある。登山道の入り口には8台分の駐車場がある。山麓の磯部町築地地区では毎年1月2日に軽素地産登山行事を開催している。 登山行事は幼稚園児から高齢者まで約50人が集団で登山を行い、下山後は地域住民が用意した料理を楽しむ。島市長の大口修和も2007年以降、登山行事に参加している。ありがとうございます。